ありがとうございましん疲れがねやっぱり取れないねでもね余韻も残ってるんだよねまだ楽しかったなっていう。 ずっと楽しかったね。本当にずっと楽しかったです。もう。うん。なんかもう、うーん、なんていうんだろう。なんかもう、感じたことのない。感情しかなくて。 来てよかったなって「来てよかったな」は絶対ファンの方の感想だなこれは <laughs> なんて言うんだうなんて言えばいいんだろう,うんなんか幸せだなーってずっとずっと思えましたねねニにこだまさんもね来てくださって。 本当にたくさんの方に OG の皆さんと話せなかったですね古舘さんだけ「あかゃん!」お誕生日一緒ですよねって言ってって「お世話になってます」っていう意図会話はできた嬉しかったでもユリアとは話せなかったユリアも来てたえいいんだよね OG の皆さんは話せなかった 中居さんに「お疲れ様です」って言えたで荻かさんにすっごい腰の低い方なんだね荻かさんって「お疲れ様です」って言ったあーお疲れ様みたいなもう低いの姿勢がずっとほんとに一瞬話しただけで。 あ、もうすごいいい人なんだろうなって思いましたあと水さんにも「お疲れ様です」って言えてビボビビって感じでしたねでノエさんを初めて見ました見たっていうか何て言うんだろう NGT 物心ついてから初めて見たあ北キタリアさんは何かご挨拶させていただきました あ、奥間さんもねあのー、ご挨拶させていただいてなんかもうずっとふわふわな方でした知ってたけどねああ絶対なんかもうな,なんて言うんだろうな知ってたけどふわふわな方って知ってたけどもうなん,かなんかもう周りお花浮いてましたね で、荻うかさんはオーラがすごかったですねで中居さんはお人形みたいでした水ずさんは美って感じでした <laughs> のえさんはもうなんかあカメラ回ってなくてもうるさいあ間違えた率先してお,お話されるんだって思いました ちょっとびっくりしましたもう圧倒されました「ってなって出たって「みんなィーラ写真撮るよはい乗って乗ってはいせーのあっやばやば! <laughs>」って言って「ウィーってなって見てましたこのあはフはー!」ってなってる時になってましたねでもすっごい すごい可愛かったですなんかそれこそ美でした「今もね真似して伝統していきたいなと思ってゆに言ったら「いいやいいや」いいや <laughs> <laughs> ユリアにねユリアも来てくれてあの話,す話せなかったけど すごい褒めてくれましたねよかったよーって頑張ったねーっていろいろユリアにはちょっとねご相談とかしてたからあのねユリアがすごい話聞いてくれて。 ずっと応援してくれてたからああ嬉しいなーって思ったし駒が出てる時は駒しか見なかったって言ってたけどあのー、すっごいひなたさんのことを褒めてました。日向かわいいって <laughs> ずっと言い続けてました日向ひなさんは本当に綺麗だったね。 生マジかひなさん迫力やばいねあなかゆあなかゆ,何が,かゆ <laughs> 何があった <laughs> あとは三原さんの話もしてましたねゆいやが三原の髪型だったらマジかわいいんだけど 私も、え、待ってそうだよね、やっぱり。しっかりやって <laughs>。ややさん可愛かったですね。ああ、テロップ売ってないよー。今何時だよー。大丈夫。まだまだ時間あるぞ。コンサート楽しかったね。 あの、日向さんのさキ p ーピーコーアルファチャージっていうの楽しかったえー 漢字を読ませていただくの最後まで言ってください嬉しい <laughs> 嬉しいよありがとう頭が当たったわ言っちゃってるよしあのー、キューピッコーアルファチャージをいただいたのね言ったじゃんあのー、メールで、ね、送ったでしょまあパイン味を飲んだんだけど美味しいね正直さ 飲んだことなかったのよ栄養ドリンクとかそういうのをこの間デビューしちゃったんだけどね前今まで全然飲んだことがなくてむしろなんか体に悪い苦手意識あんま良くないものだと思ってたんだけどなんか日なさんから頂い,いたからせっかく飲んでみようと思ってあの。 いや飲んだ見,て見てみたら体に悪いのは一切減ってなくてなんか復旧するエネルギー補充もそうだしエネルギーを補給するのもそうだし栄養も補給するのもそうだし壊れた体をまたのよくする。 効果があるものも入っててねすごいあそう疲労回復そう言いたかったのそれねねでああ悪いの入ってないんだって思って美味しかったしなんか日向さんのだって思ったらさらに美味しかった <laughs> いや本当にね楽しい方なんですよ。もういやーやっと話せるねコンサートの話。コマンセ撮りをしてたから配信で絶対鼻歌を歌わないようにしてたの。<laughs> 好きなんてって言っちゃいそうって思って。あのー、それを見ながら コマはもう舞台裏でボロ <laughs> 泣いてなんか「NCT のために慣れたでしょうか」って言ってたじゃん。もうコマもみんなと一緒に「慣れてるな慣れてるよ」って言いながらバ <laughs> ってずっと泣いてて <laughs> あのーずーっと泣いてましたね その涙が収まらないままあのー、春どこに向かいましてえっと平田さんと目があってちょっと笑われた気がしました私はえっちょっとこうやって返せ <laughs> みたいなもうそこでもう笑ってい弱かったですねちょっと歌えなかったです正直フって泣いてなりましたね ねあん多分やばいほど泣いてました私は。自分ではきっと気づけなかった。斜な景色の中にねえ。ね三人だったね。チェックしたちゃんとファンクラブ。 ファンクラブチェックした。もうしてよ、ちゃんと。<laughs> してんのかい <laughs>。おっと。鼻歌歌った人いたの。ひなたさんが歌う分にはね、あのー素敵だし。なんならね。私は見てたんで。配信。アンコール。 ピンクにした方がいい <laughs>。てて可愛い,い <laughs> って思いながら見てた。入ったのね、ちゃんといいね。コマの分まで楽しいんで。え、コマ入ろうかな、じゃあ。コ <laughs> マ入ろうかな。コマクラブは。ないですよ。L. G. T. を卒業するか、卒業する。しない限り。 コマはもうねあのー、あれですよなんて音したんだっけもう泣かないんですステージ上で泣いたんで卒業公演やり泣いた <laughs> 卒業公演信じられないぐらいにね泣いたと思ったけどあのー、泣きました 煽れました私はこうやって「みんな n g t のこと好きになった? <laughs>」って言えましたそしたらみんな「<laughs> 嬉しかった」しかもさ返しが難しいじゃん「好きになった?」ってさ イエーイでもいいしさ好きになったよでもいいしうんとか何でもよかったのにみんなでさ同じ答えが返ってきてさあれどうやってたっけみんなちょっと待って一回からコアの配信の音が漏れてるんだけどあのお母さんこれ見てたらちょっと音下げといてくださいひなさんからはねほんとにそう言って思ったあれ 好きな人しかコンサート来てないかって <laughs> 思ったけどあのでももっと好きになったでしょごはもっと好きになりました NGT が下から聞こえるのでママと一緒に見てますねコンサートね昼公演をママが来てくれて感動したって 言ってた。超感動したって言ってた言っててあの終わったあとね LINE メッセージでやり取りしてたらあのー、コマがね結構注目ポイントを話した昼来てたんだけど注目ポイントを話したのあの「日野さんめっちゃ歌うまいから聴いといてみたいな」とかルアさんの「 表面中あれがさんのソロもやばいだからもう表面中やばいから聞いててみたいな <laughs> そういう話もしてたんで <laughs> であとはあとそ,んそういう話をしたんだであと美晴さん美晴さんは本当に「びっくりするほど可愛いいんだよ」って言ってて。 そう、さんがもっっっと好きになったってメッセージ来て「三原さん可愛かったでしょ?」って送ったら「うん三原さんもっと好きになった」ってなんかめっちゃおじさん公番みたいなので送ってきてもうそれを三原さんに見せたら「ママ好き」って言ってて「大丈夫コマが守ります」ってずっと思ったオタクしてましたお母さんが。 悩んでたんんだよ悩んでたのあのー、ママが「えなんかペンライトとか持ってないしアルコールとか分かんないしなんか囲まれたって分かんないよ」みたいなこと言ってずっとギリギリまで悩んでたの「やっぱ行かないことにしようかな」とか言っなんだけどあのー、結局ねコマが「絶対来た方がいいよ」 後悔する？よって言ったら。来てくれて。あのー、すごいね。感動したって言ってくれました。あのー、？2階席の下手側にいた人いますか？ここに2階席のし下手側だったよって人。 まあ,でもあれだよあのー、私は来たら感動するって,知って分かってたからもう全部知ってたしね内容は絶対来た方がいいって思ってたからあの、うん、昼昼昼2階席の上手だった下手下手下手みんなからステージから見たら右側おおお いや、普通に客席だと思う関係者席じゃなくてどうだったそ,うだそこだった人いるちゃんとお客さんとして見に行きましたまあそりゃ絡あのなんか違うツールで行ったけどあー似てるけどよく見れば似てるけど。 ねえって感じ。もしかしたらすれ違ってるんじゃない？みんなのあのみんなさ受付30分ぐらい並んだって。ママ言ってたから。多分、あの会った人は会ってるよ。気づいてないだけで。

天天体…体んわかない当日のママの服やばい昨日何着てたっけな合ってないかも昨日私服の時もう帰ったらもうお風呂入ったからでもねママの特徴はなんか奇抜っていうほど奇抜じゃないけど決して普通じゃないカジュアルなおしゃれさんですよめっちゃ

柄じゃんなんていうんだろうなんかもうみんなが想像するヒョウ柄じゃない先輩メンバーうーわやばい誰だろう優派さんからちょっと儚げ美人で儚げさを抜いた感じ <laughs> ママごめん <laughs> いやうはさんがかわいすぎるんだよごめんねうはさんからはかなげさを抜いた感じですでもうちょっと崩した感じ <laughs> 違うママが可愛くないとかじゃなくてうはさんがかわいすぎる <laughs> だからうはさんうはさんがかわいすぎた でもなんか系統は優派さん系統だと思ってるえっそう大塚さんと似てるアイドル顔っていうよりは女優顔って感じ優派さんもちょっと女優さん顔じゃないすっごいアイドル ルに向いてる天職っていうかさアイドルうって感じだけどでも顔を見るとなんか優陽さんって女優さんもできる顔だろうなってずっと思う綺麗系だと思うママも優陽さんもただ優陽さんは綺麗系なのに可愛いがあるの顔にも性格だけじゃなくて見た目にもちゃんと可愛い,い系も入ってて いいなって。うん。パパ面食いなのかな。もしかして <laughs>。ユリアには全然似てないね。うん、劇場行きたいって言ってた。 あ,あともう5分なんだね何気に。ねみんながさ、涙腺崩壊した歌って何と、あたりも教えて。一番来た曲。コマは、ギリギリ、さよならが言えないよ強がってほふ,ふえんだ、涙のダムが崩壊する。が、私はもう。 いや分かったうわってなったしもうそれぞれのしかもなんか大塚さんがこなす感じこなしてないはずすごく努力を重ねてるはずなのにこなしてる感があるっていう余裕があるみたいな感じが好き玲奈さんのもあの表現力が大好きルアさんの体の使い方が本当にすごいどういう関節してんだろうって思う。 しあの、リリカさんのすごいセクシーなんだけどめっちゃ激しい踊りが好き。しリリカさんがすごくなんて言うんだろう「うわわ両師が」って言ってたのもう横で見てたからうわすごいなーって同い年なのに全然違うなってちょっと虚しくなりました。 そこまでいくぐらい感動したしあの原曲「ギリギリ」を聞いたときにうわ絶対玲奈さんだここって思ったもう絶対玲奈さんが歌うべき場所だってあとはやっぱりここだねもう七やばいね 本当に泣いた初めて見た時あのこの表現力足らないよね余計なものがないでも必要なものは絶対に欠けてない表現力こや、ま、もうこ高所強症に山台がすごく苦手だった。 悲しかった駒が二階席の方に一番近くで届けられる時だったのに全然思うように体が動かなくて申し訳なさと申し訳なさとなんか自分の。 なんて言うんてううだろう勝負力のなさにすごく落ち込んだね終わった後うんもっと成長してどこでも全力なパフォーマンスができるようになりたいってなんかまあやばかったなこういう職況恨んだねもう狭いの思ったより狭かったの山台が。 <laughs> 思ってもうあの先週これここが回らなきゃいけないところが怖かった「もう今歌詞飛んだマさん大丈夫だよね」であのスタッフさんに「ねえねえマなんなか泣きないながらでえ駒がおちおさん拾ってね」って言って「拾うよ」って。 コマがおった、折ったら拾ってね、拾うよって何回も言って、コマがおったらその空いたところで踊ってね、踊るよって、早機がだけど急いでねって、急ぐよってず <laughs> っとやってくれて <laughs>、まあねスターさんに助けてずっとあ大丈夫大丈夫って言われてましたね。で時間です。悲しいけど。 ありがとうございました楽しかった本当に配信も今日の配信もみんな拾ってね今度落ちたら楽しかったありがとう来てくれてバイバイあああ団長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 覚えてんのに忘れちゃうよね ゴ位コ,コフォールさんありがとうございます。12位、塚俊ゆりアの義ッ君さんありがとうございます。ゆりアもお世話になってます。11位、奈緒ちゃんさんありがとうございます。10位、きおさんありがとうございます。9位、もやしんさんありがとうございます。8位、文ちゃんさんありがとうございます。7位、いちおうちゃんさんありがとうございます。6位、ハルキングさんありがとうございます。5位、富恵さんありがとうございます。 4位秋野さんありがとうございます3位わんわさんありがとうございます2位節点がさんありがとうございます一位堅実さんありがとうございますいつもありがとうありがとううんと楽しかったありがとうこちらこそ 見たことある名前もいて初めて読ませていただいた名前もあってよしみんなこまちゃん拾いたいですどうもありがとうバイバイあ今スクショして できるねえ。